ただいまから教育子ども委員会を開会いたします本日の記録署名者をテラド委員にお願いいたしますこれより議事に入ります2案件の審査を行います予算並びに予算関連案件議案第120号平成28年の大阪市一般会計予算他4件を一括して議題といたします なお、お手元に配布いたしております陳情第20号および第42号は、予算と密接に関係する内容のものでありますので、予算と合わせて審査願いますが、これらの取扱いは、態度決定の際に行うことといたします。これより質疑を行いいいまます。す。佐佐々々木木委委委員員員にお願いいたします委員長佐々木委員 大阪維新の会佐々木礼ですまずはじめに、連日、理事者の皆様には質疑の調整をしていただき、夜遅くまで心より感謝申し上げます。委員長。佐々木それでは早速、幼児教育センターについて質疑をさせていただきます。市長は、幼児教育無償化と質の高い教育とを合わせることで、社会全体で子どもの成長を支える環境を構築していくという、また幼児教育の 内容面での質の確保のため、今後は保護者への幼児教育や、就学前施設に関する情報提供、幼児教育の課題、研究、教職員の資質向上をさらに進めるにあたり、幼児教育センターの設置に向けた検討を行っていくと述べられています。かつて、西区うつぼ幼稚園の場に幼児教育センターがありましたが、平成19年の町に廃止されています。 どのような目的で設立されたのか、またなぜ廃止に至ったのか、その経過および幼児教育センターで実施されていた事業について、現在、どのようになっているか、併せてお伺いします。教育委員会事務局、指導部初等教育担当課長、高橋でございます。高橋初等教育担当課長。お答えいたします。 幼児教育センターは昭和57年7月に地域における幼児教育のセンター的な役割を果たすこと、公立と私立の幼稚園が共同して活動できる基盤を作り、連携して幼児教育の振興を図ることを目的として設立されました。成立以降、公立と私立幼稚園の教職員向け研修、地域家庭での教育上の問題に関する調査研究、幼児教育に関する相談、 広報及び啓発など、本市における幼児教育の中枢施設としての役割を担ってまいりました。その後、平成19年4月の子ども青少年局の新設に向けた組織改編を行う中で、同種の事業を複数の局が実施していること、そのものを整理するなどの観点から、幼児教育センターのあり方について検討を行いました。幼児教育センターの事業につきましては、子ども青少年局と 教育委員会事務局とで連携して、より効果的に展開していくため、両国の各部署に全て移管することになり、平成19年末をもって、幼児教育センター条例を廃止いたしました。その後、公立幼稚園に関する調査研究と教職員の研修は、教育委員会事務局が、 私立幼稚園に関する調査研究教職員の研修広報啓発電話相談につきましては。子ども性少年局が行っております。以上でございます。委員長佐々木委員。幼児教育センターが実施していた事業が現在も継続して実施されていることはわかりました。各部署で実施されている事業については今後整理し。 必要な再編を行った上で、新しいセンターで実施していく必要があると考えます。幼児教育センターが講師擁護のわけなく、支援の対象となるのであれば、現在行われている一律幼稚園に関わる研修活動や研修、研究活動や研修について、新しい幼児教育センターに引き継がれると考えますが、今後どのように取り組んでいくかお伺いします。 教育委員会事務局所長教育担当会長高橋でございます高橋課長お答えいたします一律幼稚園におきましては大阪市立幼稚園教育研究会を設置し毎年各園が複数の研究テーマの下合同研究を行いその成果を前園に向けて発表しておりますまた国や教育委員会から研究委託や研究指定を受け幼児教育の充実に向けた研究を行っております また、大阪市教育センターにおける研修につきましては、国が定める森林研修や、十年次研修などの基本研修のほか、幼児教育の専門的な研修や、特別支援教育研修、環境教育、食育など、さまざまな指導内容に係る研修を進めております。また、各経験年数に応じた研修を開,発開催し、支出の向上に努めております。今後 幼児教育センターで取り組む内容につきましては、幼児教育の質の向上に向けて最も良い方法で実施できるよう、子ども青少年局との十分な連携のもと、あらゆる観点から考える必要があるため、総合教育会議等で議論を重ね、整理してまいります。ありがとうございます。委委員員。長、佐々木委員 今、子ども青少年局との十分な連携のもと、あらゆる観点から考える必要があるため、総合教育会議等で議論を重ね、整理を図ってまいるとのご答弁をいただきました。そして、さっきの代表質問においては、市長は内容や体制等の検討を早急に進めるとされていましたが、人事や組織、内容、機能について、現段階の検討状況をお伺いします。 幼稚園企画担当課長、あ田幼稚園企画担当課長。お答えします。幼児教育センターの具体的な内容や体制等につきましては。現在早急に検討を進めているところでございます。今後、子ども青少年局が教育委員会と連携いたしまして。ワーキング体制を整え、区長会とも意見調整を行い。 幼稚園保育所など、就学前施設からご意見をだきながら、具体化に向けて検討してまいります以上でございます。かつて存在した幼児教育センター事業は、子ども青少年局と教育委員会事務局へとの機能が統合され、両者、各部署との連携によって、効果的な展開が図られてきました。 そして今回、より複雑化した幼児教育を取り巻く環境に対応し、幼児教育の質の向上に特化した形で、新生幼児教育センター設立の運びとなったことは、大変喜ばしいことであります。そして、この幼児教育センターの設置時期については、先の代表質問においても、市長が年内をメドに設置してまいるとの答弁をいただいています。そこで、外部人材の登用も含めた、 組織体制や内容等について、関係閣議との連携の下、設置時期の遅延を期すことないよう、引き続き早急に検討を進めていただきたいと要望しておきます <coughs> 委員長、佐々木委員。続きまして、保育施設の利用,調整利用調整、そして利用決定時期の前倒しについて質疑をさせていただきます。 2月23日の教育子ども委員会で、我が会派の上田委員から認定こども園の入園について質疑をさせていただきました。引き続き、保育施設の利用申し込みに関わって、何点か質問をさせていただきます。保育施設を4月1日から利用する場合 今年度は大阪市では10月1日から利用申し込みを受け付け、結果は2月5日、もしくは2次調整までいった場合は3月4日というスケジュールとお聞きしています。区においては約4、5ヶ月間かけて利用調整を行っていますが、具体的にはどのような事務手続きを行っているか、説明をお願いします。 区によってスケジュールが前後している場合もございますが、保育施設を4月1日から利用する場合、今年度はまず10月1日から10月15日まで利用申し込みの受付を行い、その後、申請書類の不備確認や申し込み状況の集計および公表を10月中に行いました。 その後、1 1月にすべての利用申込者に対して面接を行うとともに、不足書類等の指摘を行い、それによる申請書類の補正や証明書類等の追加提出、申込状況を確認した保護者からの希望施設の変更を12月4日まで受け付けました。その後、保育の必要性の認定のための書類の確認や利用調整を行うための点数の計算、利用施設の決定を12月から1月にかけて行いまして、結果通知を2月5日に行いました。以上でございます。 区において、公平・公正な利用調整を行っていただいていることは理解しますが、2月5日の結果通知をもっと早めることはできないのでしょうかというご意見もいただいていますが、4月から子どもを預けて働こうと思っているのに、2月になってやっと保育施設が決まるというのは、時期があまりにもないように思います。 女性が活躍する社会を実現させるためにもまず保育施設の決定を年内に行うことはできないのでしょうか委員長児少年局保育課長工藤課長答えいたします委員ご指摘のとおり保育施設等の利用が決まる時期が早くなれば その後のの後就労等がよりスムーズに行ええるものと考えます。一方で、年内に保育施設の決定を行うとなりますと、事務スケジュールの観点から、就労証明等の必要書類の提出時期につきましても、これまで以上に早めざるを得ず、結果として、例えば次年度の就労の内定が決まっていないなど、必要書類を揃えることが困難な方が増えることが想定されます。 また、利用施設の決定後に家庭の事情等さまざまな理由により就労を取りやめたり、就労時間を変更される方も生じることが予想され、実際の児童の保育を受ける必要性の高さと、利用調整結果に乖離が生じ、公平性に問題が生じることもございます。以上のような課題もあることから、利用決定時期については、今年度の利用調整事務についても検証を行った上で、今後も引き続き検討してまいります。以上でございます。 委員長佐々木委員今、ご答弁にもありましたが、保育所の早期決定が一方で、保護者の就労先の未定時期と重なり、結局、今度は決定が早すぎるために就労証明書を提出できない、結局のところ、行政、保護者双方の準備や手続き上、一定の期間が必要となる事情については承知いたしました。とはいえ 保護者にとっては、希望する保育所へ入れるかどうかは、就労するかどうかを決定するほどの根本的かつ重大な事項でありますので、今後も利用者ニーズに応え、その目線に合った調整をしていただくことを要望します。続ききまましてててて情報提供ににつついいい質疑をさせていただきます保育施設の利用調整基準については 平成24年以前は、A から D の4つのランク別優先順位による基準により選考を行っていましたが、ランク内で優先順位が明確でないなど、市民に分かりにくい現状があったため、保育にかける状況や世帯の状況をきめ細かく反映し、入所選考の透明化を図るため、橋本前市長が改善を指示し、平成24年10月に策定し、 平成25年度一斉入所選考から適用されています。保育施設の利用調整では、ポイントの高い世帯から順番に利用決定を行っていますが、この方法では、第一希望の施設に入れるとは限りません。保育施設にまず入れるよう、たくさんの希望施設を申し込み、 やっと入れても第一希望でないため、利便性や保育内容などの点で、何かと利用者の不満や施設とのトラブルなどが後から出てくると現状を聞いています。第一希望の場合、利用者がある程度納得して当該施設を選択しているわけであり、第一希望を優先して利用調整する方が、利用者、施設双方にとってメリットをもたらすのではないかと考えます。 第一希望優先の利用調整について、どのようなご意見があるかお伺いします。工藤保育企画課長。お答えいたします。第一希望優先の利用調整につきましては、特に私立幼稚園の関係者から。 子をを特定ののに通わせたいといいとう保護者の願いを叶えてほしいといとうご要望を受けておりますしかしながら保育施設等の利用調整については法令上、保育を受ける必要性が高い児童が優先的に利用できるよう調整することとされております。その具体的な方法につきましては国からの通知において保育の必要度の指数が高い方から順に利用を圧っすることとし、 同じ指数であれば、利用希望順位を踏まえて、利用を圧っすることとするとされております。本市としても、法令の趣旨および国からの通知の内容を踏まえまして、現行の方法を採用しているものでございます。以上ででございいます委員長佐々木委員今のご答弁で国から通知において 保育の必要度の指数が高い方から順に利用斡旋をすることとし、同じ指数であれば、利用希望順位を踏まえて利用斡旋するとおっしゃいましたが、利用申し込み者は保育施設の申し込みを行う際に、まず自分のポイントでどこの保育施設に入れるのか、それが一番関心の高いところだと思います。事故のポイントの算出と入所可能な保育所を選択できるよう、 今の時代、スマートフォンやパソコンによる情報提供を今後検討していただいてもいいと思いますまた、その場合、どのようなことを情報開示できるかお伺いいたします工藤課長お答えいたします保育施設等の利用が可能な点数については 利用調整における各申し込み者の点数と当該保育施設等の受け入れ可能数によって変動するものであり、事前に正確な情報をお示しすることは難しい状況にございます。しかしながら委員ご指摘のように、利用申し込み者の選択に資するための情報提供を進めていくことは重要なことであり、例えばスマートフォンでアクセスいただき、申し込み予定者が保育の必要性の条件を選択いただくと点数が算出され、 前年の入所状況と照らし合わせることにより、保育施設の選択に役立つような手法が考えられます。費用対効果も含めまして、今後検討してまいります。以上でございます。委員長、佐々木委員希望の保育施設に一人でも多くの方が入所できることや、万が一入所できなかった場合も早く知り、次の対応策が 取れるよう他都市事例も含めて改善していただきたく要望申し上げます。委員長、佐々木重要事項説明書の事前承諾について、事前承諾について質疑させていただきます。先日の当委員会で園の事前見学を強制はできないが、入園に関して保護者とのトラブルを回避するために認定こども園の入園申し込み時に 利用者が施設の重要事項説明書の内容を承諾してから申し込みをしてもらうため、何らかの方策を区長とともに検討してほしいと要望させていただきました。現時点での検討状況はいいかかがかお伺いします。工藤保育企画課長 いたします。事前に各保育施設における保育内容を保護者に理解していただくことは、保護者及び保育施設双方にとってメリットのあることであると考えております。3月3日の子ども教育部会におきまして議論を行い、様々な意見を頂戴しております。今後、区の担当者の意見を聞きながら課題整理を行い、どのような方策が取れるのか、引き続き検討してまいります。以上でございます。 委員長佐々木委員今のご答弁で、さまざまな意見を頂戴しているとありましたが、具体的にはどのようなご意見か教えてくださいいまい子ども教育部会の区長からは。 名古屋市では、利用申込書の希望施設の欄に施設見学を行ったかをチェックする欄を設けておりますことから、本市においても同様の対応は可能かもしれませんが、重要事項説明書の事前承諾を行政が申込書に記載させることは、慎重な対応が必要であるとの意見をいただいております。また、保護者と保育施設のトラブルを防ぐために、事前承諾の手法にこだわらずに検討していくべきとの意見もいただいております。以上でございます 委員長佐々木委員。確かに事前に十分な説明を受け、それに承知した上で同意を求めていることは、保護者が選択しようとする施設につき、より深い理解を得るために有益なプロセスであり、尊重されるところだと思います。保護者にとっては大切な子供だからこそ、縁の取り組みを理解しておく必要があります。だとすれば。 答弁にもありましたとおり、他都市における参考事例についても、協議、検討し、保護者、保育施設双方が不快な思いをすることなく、利用していただけるよう、改善を進めていただくことを要望させていただきます。委員長、佐々木委員。 次に利用,利用調整における経済的状況の取り扱いについて質疑をさせていただきます資料の配布をお願いします佐々木委員より質疑の参考に資するため資料の配布の申し出がありますのでこれを許します、はい、図を見ていただきますと平成26年に出産した ケースで、上が5月に出産の例、下は翌年、1月出産、早生まれの例ですが、いずれも平成28年、4月入所について、同じ平成26年、1月から12月までの1年間の所得を基準として考慮されます。この基準では、上の5月出産の例では、半年以上の育休 半年以上の産休・育休期間の影響を受けるため、年始めより数か月間の所得収入だけにとどまりますが、それに対し、下の翌年1月の出産の例では、産休・育休期間の影響をほとんど受けず、前年を,前年,を年間通して勤労できる結果、5月出産の場合と比較して、ほぼ満額の所得、参照期間、 ごめんなさいほぼ満額の所得収入を確保できることになります、つまり同じ平成26年という所得,所得参照期間内において、単なる出産タイミングの違いだけで、5月出産のように産休の影響を受け、十分な所得を確保できない保護者が優遇される一方で、翌年1月早生まれのように、産休の影響をほとんど受けず、保育所に入所。 保育所入所入についいては礼遇されるという不合理が生じます改めて申しますが、少なくとも現状の基準のままでは、保護者の不公平感を払拭させることはできません、実際に早生まれの子どもを持つ保護者からは、公平性に欠けるというご意見を今、いただいています。この問題について どのように考ええていいるかお尋ねししまますす保育企画課長答えいたします経済的状況については、低所得世帯の児童ほど、より保育を必要としていると考えられるために、利用調整基準における点数が同点であった場合に考慮することとしております。 委員ご指摘のように、出産や育児休業等により、保護者の所得が大きく減る場合、それに伴い、利用調整基準において、経済的状況の判断基礎としている年間の所得金額が低くなることになり、課題として認識しております。<laughs> 育児休業制度の適用されないものや、出産を機に退職する方も存在するなど、就労形態をはじめとする世帯の状況については多様であり、 現在、本市としてはその中で比較を行うために、把握可能な直近の1年間の所得により、利用調整を行っているものでございます。経済的状況を利用調整基準として、引き続き採用することは必要なことであると認識しており、今回の委員のご指摘を十分踏まえ、より公平なものとなるよう検討してまいります。以上でございます委員長佐々木委員 さっきの答弁にもありましたとおり、低所得世帯の児童ほどより保育を必要とし、生活上子どもを預けて働きに出ざるをえないということは確かでしょう。質問でもお聞きしましたが、通年の収入変動の大きい雇用、就労形態であれば、前年所得は低くても、所得によっては多くなる、またその逆もあり得るわけです。答弁にもあった通り 利用調整基準については、児童の保育を受ける必要性をより公平に評価するという観点からも、今後も引き続き検討していただくことを要望します。<coughs> 委員長佐々木委員続いて、兄弟入所について質疑をさせていただきます。 昨年10月の教育子ども委員会で、兄弟同一入所について質疑をさせていただきました。橋本前市長から、現在の7点の妥当性や、3人目のポイントをより加点するなど、今後、議論していくとのご答弁をいただきました。その後,その,後の検討状況と、併せて今後の方向性についてお伺いします。 お答えいたします委員からは昨年の党委員会でご質問いただき、兄弟入所の課題につきましては、私も十分認識しているところでございます。その後の検討状況についてのお尋ねでございますが、保育施設の利用調整にかかる権限は、空保健福祉センター所長が有しておりますことから、 昨年10月から2回にわたり、区長会の区長会議の子ども教育部会におきまして、申し込み児童の兄弟が利用されている施設を希望される場合の過程につきまして、利用調整基準の改正の必要性に関する検討を行いました。3人以上の兄弟の取扱いにつきまして、改めて実態調査を行いましたところ、保育認定を受けた子どもが3人以上いる施設、 世世帯帯がが全市で世あるとということが分かりましたそのうち3箇所以上の保育施設等を利用されている方は全市、全市で8世帯でございまして、そのうち5世帯は転所申請を行っておられないということなどから、緊急性が高いとは必ずしも言えないこと、またすでに平成28年度の利用申し込の受付を開始しておりまして、 申込者はその時点の利用調整基準に基づいて利用申し込みを行っておられることから平成二十八年度利用開始に関わる利用調整基準につきましては改正を行わないということといたしました利用調整基準の改正に当たりましては兄弟が統一の保育施設等の利用を希望される場合以外にも優先的に対応すべきケースがございますため保育を受ける必要性が高い児童が 保育施設等利用できなくなるといったことがありませんように留意しなければならないと認識しております今後も区の担当者の意見を聞きながら利用調整基準が児童の保育を受ける必要性をより公平に評価するものとなるよう引き続き検討してまいりたいと考えております以上でございます委員長田崎委員 少子化の流れがあり、平成22年6月に、六月に育児・介護休業法が改正され、3歳までの子どもを養育する労働者が希望すれば、1日原則6時間の短時間勤務制度を設けることが事業主の義務になっています。子どもを1人産んで保育所に預けた場合は、 母は6時間の短時間勤務で仕事を行っている場合が多く、例えば週5日以上で1日6時間働いている方は90点に対し、8時間働いている方は100点で、この時点でポイント差が10点あり、6時間勤務が義務化されているからには、それに応じた改善が必要ではないでしょうか。兄弟ポイント7点の 加点があってもこの10点差をひっくり返すことは到底できませんぜひこのような状況も併せて認識していただき兄弟の同一施設への入所について実現を図っていただきたいと考えますが部長のご所見をお聞きいたします稲木保育施策部長 お答えいたします。現在の利用調整基準につきましては、平成24年10月の制定以来、必要に応じた改正を行っておりますが、委員ご指摘のように、働き方に応じた観点からの改正も必要であると認識しております。一方、同一保育所への兄弟入所につきましては、まあ、そもそも入所枠がない場合、また保育の要件が低い場合など、さまざまな要因が重なり、実現に至らないといった状況もございます。 実際の利用調整を行っている区の実務者レベルにおきましても、この間、議論を行っておりますが、現行の7点の加点が妥当であるという意見が多いのが実情でございます。いずれにいたしましても、慎重な議論を要する課題であり、公平性の観点を十分に意識して、引き続き区長会議、子ども教育部会におきまして議論を行ってまいります。以上でございます。委員長。 入所の申し込みから利用調整、そして決定まで、これまでさまざまな課題について質疑をさせていただきました、それぞれ見過ごせない大きな課題であると、同時に本質的にはどれも共通する保護者からの要望が常に高く、必ず応えるべき重要事項であることを、 私は再認識いたしました。にもかかわらず、それら保護者のニーズに対応できるだけの行政面での受け皿が決定的に不足しているのが現状ですが、子ども教育部会の部会長、高野西区長におかれましては、この現状には大いに憂慮されていることと存じます。特にに区区民とととって一番ののの不満の矛先は区役所へと向けられるところでありそのような 区民の切実な声を集約し、聞き届ける立場にあるのは、他のある区長であります。そこで、高野区長のご所見をお伺いいたします。高野,高野西区長ええお答え申し上げます。 委員ご指摘のようにです、ねあの、区の待機児童数や入所保留数など、その環境、あるいは現状は各区様々でございます。あの根本的には確かにその受け皿を不足しているということはございますけれども、えー、しかしながらそれ以外にも、えー、保護者の方、区民の方々の要望、ニーズにお応えしていく必要はあるというふうに考えております。えー、今回、ご提起いただきました課題につきましては、異なる現場の現状を踏まえた上で、 検討は必要でございますし区長すなわち部会がですねしっかりとこの検討に参画していく必要があるというふうにあの考えております公平性の観点とともにご指摘いただいたより保護者の要望ニーズに応えていくための改善策を部会にて局としっかりと協議そして検討してまいりましょうのでございます委員長佐々木委員ありがとうございます今後しっかりと 部会と協議すする体制をを構築しし検討を進めていたただきたく要望申し上げます国がさらなる女性の活躍を目指して、一億総活躍をスローガンとしていますが、現状はどうでしょうか、兄弟姉妹が同じ保育所へ入所できにくいということは、子どもたちを毎日異なる保育所へ出勤前に徒歩あるいは自転車で送り届ける手間が、まず余計にかかります。 雨が降った日なんて幼い子供にどれだけ負担がかかるか考えていただきたいんです同じ保育所通いでも異なる保育所であれば負担する必要のないお金が保育所が異なるというだけで新たにかかることになります国の方でも他市の施策もしっかりと行われている中で大阪市でももう一度考えていただきたいんです 私も今、1歳の子供を持つ母でございます、1人の子供を保育所に預けて、そしてこれでここで仕事をさせていただいて、その中でも毎日がいっぱいいっぱいです、それが兄弟が2人になると、本当にそのお母さん、お父さん方はかなり負担がかかっていると思います、その内情、5ポイントから7ポイントにも見直されましたが、そのポイントが果たしてもう一度適正だったか、確かめていただきたいんです。 福岡市でも今年から社会的養護が必要な子どもの入園の影響を配慮しつつ兄弟ができるだけ同じ園に入所できるようポイントの見直しが行われていると聞いていますどうかもう一度ですね兄弟同一入所世帯が改善できるよう少しでも一組でも二組でも二世帯でも三世帯でも兄弟が同一入所できるようしっかり 協議検討をしていただき、平成29年度入所手続きへの反映を目指していただきたく、要望させていただきます。委員長。田崎委員次に、養子縁組に対して質疑をさせていただきます。今回私たち会派で熊本自病病院院福田病院へ 特別養子縁組の実例の視察をさせていただきました。一例を挙げますと、慈恵病院のお話では、養子を迎えたい家族は全国で9000人が登録されているとのことです。この数字を見ると、望まぬ子を妊娠する人と、望んでも授かれない人たちの不公平さから、思わず神を恨みたくなる人も多いと推察します。 この慈恵病院に関連して、近年インターネット赤ちゃんポストに見られる安易な養子縁組サービスが散見されていることにもなっています。そこで大切なお子様の命をつなぐ大切な場所であるにもかかわらず、〇〇万円で赤ちゃんをというキャッチコピーを掲げられています。たとえ名目上、宣伝広告意代わりだとしても、親として賛同はできません。 誰が何と言おうと人身売買的イメージを払拭することはできませんし、そのような意図が全くないといったところで、世間からは受け,受け入れがたいでしょう。しかしながら、このようなサービスが生まれたのも、行政による養子縁組に対する支援推進策の立ち遅れ、養子縁組ニーズの高まりがあったからこそであるはずです。行政もなすべきことを精査した上で 直ちに養子縁組制度の活用と推進を図るべきです。そについて、養子縁組制度について教え、組制度についてお伺いいたします。田お答えいたします。 児童福祉における養子縁組は、保護者のない子ども、または家庭での養育が望めない子どもに温かい家庭を与え、かつその子どもの養育に法的安定性を与えることにより、児童の健全な育成を図るものでございます。養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があり、児童の福祉の観点から創設された特別養子縁組は、6歳未満の子どもについて、実の親との親子関係を消滅させ、 養子との間に新たな親子関係を成立させるもので家庭裁判所において決定されるもののです養子縁組のにつきましては、児童相談所で対応しているほか、第2種社会福祉事業といたしまして、民間事業者も取り組んでおりますが、事業の実施に当たりましては、子どもの成長に多大な影響を及ぼすものでありますことから、厚生労働省通知に基づき、適切な事業実施となるよう、本市所管の事業所、 事業者への指導に努めているところでございます以上です委員長佐々木委員今の答弁でもありましたように子どもの養育に法的安定性そして養親との間に新たな親子関係を成立させるものですが全国的に見て この養子縁組に取り組んでいる児童相談所は約6割にとどまるとの報道が昨年ありました。本市では子ども相談センターで養子縁組あっせんの実績があると聞いていますが、本市における過去の縁組の推移または縁組が行われた年齢を教えてください。長子ども税調年局相談センのこと、お願い,いたします。 お答えいたします本市では養子縁組の発生に積極的に取り組み例年概ね10件から25件程度が成立しており昭和63年以降の27年間で見ますと普通養子を含めて490組の養子縁組が成立しております養子縁組成立時の児童の年齢は1歳児が26%と最も多く2歳児を加えますと47%と約半数となりますが これは、乳児院の在籍が2歳未満であり、乳児院からの措置変更を検討する際に、改めて保護者の意向確認を行った結果、特別養子縁組の調整を行う場合があることなどによるものでございます。なお、0歳児につきましては、3.9%となってございます。以上です。実績はよく分かりました。資料の… 配布をお願いします佐々木委員より質疑の参考に資するため資料の配布の申し出がありますのでこれを許します先ほどのご答弁にもあったように実績は確かにあります。今お配りしたた資料を見ていただくと 養子縁組の成立時の状況は年齢推移の表におきまして、ゼロ歳児での養子縁組成立状況は平成22年に2件、平成24年に1件しかゼロ歳児の委託はありません。近年、社会問題化している養子能力に乏しい親による新生児や乳幼児の虐待死の事案において、全体の約4割が、 0歳児、しかもそのうちの4割が生まれたばかりの日に命を絶たれてしまうという惨状です。子供の福祉の問題を考えると、まずはこのように失われなくてもいい命を一つでも救うことから考えていかなければなりません。子供にとっては里親ではなく、生みの親が養育するに越したことはなく、それが大前提です。しかし、レイプ、結婚詐欺、 若,の若,年層での若年層での妊娠など、およそ子育てを前,前提とした責任ある性行為に基づく妊娠ばかりではありません。むしろ、生みの,の親による養育に必ずしも固執するべきでない事案も多々あります。私も慈恵病院に行って、その赤ちゃんポストがあるという存在を聞いたときに、 赤ちゃんポストに子供を置いていくそんなことは子供を産む親として信じられないというのが正直最初思っていた感情でしたしかし実際に慈恵病院に行き赤ちゃんポストの内情を聞き話を聞いた時どうしてもそこに置いていかなければいけないレイプや結婚詐欺若年層での妊娠それぞれさまざまな理由がありそこに置いてあるそこに 預けなければいけない、そこに置いていかなければいけないという理由があることが分かりました。そして、このように若気の至りとはいえ、はからずとも親になってしまった少女たちが、妊娠に気づかずに、あるいは怖くて誰も言うことができない、出産の日を迎えてしまう、こういったことが決して珍しくはない、今、そんな時代になってしまいました。そうであるならば このような予期せぬ妊娠に対し、初期段階から胎児の保護のため、そして彼女たちの心や身体のケアのために必要な対応策を考えることも急務だと言えると思います。今お話しした内容を含め、養子縁組についてのお考えをお聞かせください。委員長、子ども青少年局増大支援 本田相談支援担当課長お答えいたします子ども相談センターでは、さまざまな事情を抱えた保護者からの相談を受け付けており、中には、養育困難のため子どもを預けたいと訴える方もおられます。その場合、保護者との面接を重ねるとともに、養育環境に関する調査を行い、保護者の意向が将来にわたって養育できない とのの内容ででああった場合、6歳未満の児童であれば、特別養子縁組,組を前提とした里親の選定につきましては、本市に登録されている養子里親だけではなく、毎日新聞の「あなたの愛の手を」という記事に掲載をしていただき、広く里親候補者の募集をしているところでございます。本市では以前から家庭で暮らすことのできない児童に対して、 将来にわたって法的に安定した親子関係を与えることが望ましいと考えており、積極的に養子縁組の取り組みを進めております。以上でございます。委員長、佐々木委員 <coughs> 養子縁組が取り組まれていることはよくわかりました。養子縁組において出、出世出世後間もなく里親に児童を引き渡す新生児委託というやり方がありますが、 先日、愛知県の児童相談所で、この取り組みについての視察をしてまいりました。そこでは、まず、実親と里親候補者との対面、ミーティングによる十分な意思の疎通を経た上で、適切な里親選定のプロセスがありました。さらに、里親が里子をあたかも実の子であるかのように意識を初めから持ち、養育を開始できるよう、 出産後すぐに対面を行い、新生児段階から子どもを引き取れるシステム等も構築されておりました。これらは、生まれくる子どものことを最優先に考えた素晴らしい取り組みだと考えられ、本市においても大いに参考とすべきと思われます。家庭で暮らすことができない子どもたちの生活の場として、かねてより里親や児童福祉施設などの制度がありますが、 このいわゆる愛知方式に見られるような養子縁組制度が、子どもにとっては最も望ましい形であると考えます。というのも、実親との親子関係を失わせ、里親との法的親子関係を新たに構築する特別養子縁組を前提とする新生児委託は、子どもにとっては育ての親が実の親であり、里親にとっても、 もらい子ではなく、望んで殺かった実の子であるという認識をより植え付けることになります。それにより、ある意味、子ども本人にとっては、たらい回し制度ともいえる従来の制度よりも、子どものデリケートな精神的成長過程の面で、好影響を及ぼすことが期待できます。虐待ななども適切なプロセスを踏んだ 教育の意欲ある里親なので、その危険もかなり軽減します。これらのことが現実に愛知方式では実証されつつあります。これらの実例を見るとき、本市においても新生児委託をもっ,ともっと進めるべきではないかと、また新生児委託について、今後課題や考え方についてお伺いします。 青少年局支援担当課課長、長。でございいまます。す。お答えいたします児童を生後まもなく特別養子縁組を前提として里親に委託をする、いわゆる愛知方式と呼ばれる新生児委託につきましても、本市において平成22年度に2件、平成24年度から26年度にそれぞれ1件ずつの計5件を実施して,り施しております。 妊娠中の母から養育困難という相談が子ども相談センターにあ,ありました場合、新生児宅託の可否について検討を行っておりますが、その時点でマッチングできる里親が本市登録里親の中にいなかったり、出産後に実親の同意が翻えるなどにより、今年度は実績がない状況です。親子の愛着形成のためには、できるだけ早期のマッチングが望ましく、特別養子縁組を進めるには、新生児委託は、 理想的な形であると言えますが、実親の養育の意思がある場合には、実親が適切に養育できるよう支援することも私たちの重要な役割でございます。それぞれの子どもにとって、最善の養育環境が与えられるよう、申請自宅も視野に入れながら対応しておりますが、今後も愛知県をはじめとした先進例を参考としながら、取り組みを進めていきたいと考えております。以上でございます。 委員長佐々木委員ありがとうございます視野に入れるだけでなく里声愛情を注ぎながら養育する上でやはり愛知方式は有効だと考えますのでもう一度しっかりと精査していただきたいと思います愛知方式で言いますと事前の面談による十分な意思疎通を実親と養子が得ていることそして 例えば子どもの障害や重篤な病気が判明しても、養子としてはあらかじめ起こり得るものとして、覚悟の上で引き取り、引き続き自分の子として養育を続けていること、実の親であれば、何があっても本来決して放棄できない義務と責任を里親の実の親の代わりに負うことを事前に十分に承知し、納得した上で、 引き受け養育するというシステムがしっかりと成立しています。慎重な実親と養親との十分な交流及び里親里子とのマッチングが功を奏し。愛知県ではこの三十三年間で百八十三組成立しています。ただ、一組だけが特別養子縁組不成立という残念な状況という結果でございますが、一組にとどまっています。 このように、子どもにとってベストを志向した特別養子縁組制度を利用した新生児委託制度を大阪市で積極的に取り組んでいただくこと、そしてこの新生児養子縁組は職員の皆様にとっても、新生児に養子縁組を行うことにより、職員の皆さんによる負担も軽減されます。どうしても2歳3歳で 養子縁組を行われますと、面談に行く時も、職員さんは2人体制で行かなければいけません。子供には聞かれてはいけない話など、そして2歳、3歳で養子縁組を行います。と、必ず赤ちゃん帰りを親を試す行動をその子供たちは取ってしまうんです。新生児に養子縁組を行うことに。新生児に養子縁組を行えば、赤ちゃん帰りも起きませんし。しは初めからその子供は？ その養子を組んだ親を、自分の親だと思い、赤ちゃん帰りもすることがない、子どもにとっては愛着形成をしっかりと取れるのが、この新生児委託制度だと考えます、もう一度しっかりと精査をしていただき、取り組んでいただくことを要望して終わります院長、佐々木。 続いて、里親制度についてお伺いします。さっきの答弁にもありました通り、実親は里親ではなく、実親は里親ではなく、実親なのであって、子供のためとはいえ、もちろんその意向を尊重することは重要です。そして、今は養育がどうしても無理なので、一旦は施設に預けるが、ゆくゆくは 引き取って、ちゃんと我が子として育てたいという思いから、親子関係が失われる特別養子縁組の同意に躊躇される実話の思いも、十分に慎重に尊重しなければいけないことだと思います。しかし、だからといって、子どもの養育上あるべき家庭的な養育環境が、 整えられないまま、再び実親にこう託すことがあるとすれば、結局、子どもを無駄にたらい回しにすることに他なりません。実の親に捨てられ、施設にまた捨てられ、親に戻されたという精神的ダメージを、ただ一方的に子どもに植えつけただけという最悪なケースになるだけでは意味がありません。このの点家庭でで養育できないたため児児院に預けられた乳児の多くは 2歳になると、乳児院から児童養護施設等へ移さなければならないことになっています。しかし、このような養育者や養育環境の変化は、2歳という物心がつき始め、自我の形成が始まった子どもにとっては、後に大きなトラウマにもなりうる大きなストレス原因にあります。だとすれば、 より低年齢のうちに里親へ委託できるような取り組みが必要だと考えますそこで里親へ養育を委託している児童年齢の状況と低年齢児童の里親委託することについてのお考えをお伺いします以上子ども青少年局相談支援担当課長尾田でございます尾田相談支援担当課長 答ええいたします養育困難を訴える保護者の中には、いずれは引き取って自分で育てたいという実親が多く、里親に預けてしまうと、里親と子ども,子どもの関係が深まってしまうのではと危惧し、里親委託に同意しない保護者が低年齢児ほど多いのが実,実態でございます。本本市にににおおけけるる養育里親へのの委託時における児童年年齢は本年度に 新たに委託した児童で見ますと、就学前の児童が33.3%、小学生が14.7%、中学・高校生の高年齢児が52.1%となっております。乳児院の対象年齢でございます2歳未満の児童の委託は2.1%となっております。高年齢児童の場合、 集団生活に馴染めない児童もおりますことから、預け先として里親が有力な選択肢となっている場合が、えー、あの多くあります。このように現状としまして、低年齢児の里親委託は、えー、非常に難しい状況にございますが、家庭における養育が困難な児童につきましては、家庭的な環境で育てられるべきであるとされておりますことから、できるだけ早期に里親委託を行うことができるよう努めてまいりたいと考えております。以上でございます。 委員長、佐々木委員、子どもはより家庭的な環境で育てられるべきというのは国際的にも共通認識となっており、とりわけ自我の形成が始まり、人として一生を決定する乳児期においてはより一層それが求められます。先の答弁でも示され、また今回の質疑でも再三にわたって私が強調しているように、子どものことを思うと。 本来、新生児をはじめとする早期からの里親委託が望ましいのは明らかです。しかし、現状を見ると、実態としてそうなっているとは言えません。それは、本市に登録されている里親の絶対数が不足していることが、その理由の一つでありましょう。この点、本市でも里親増やすため、さまざまな工夫を凝らして取り組みを進められていると、 思いますが、まだまだこの制度を知らない人が多いことが問題です。そこで里親を増やすため、制度の普及・啓発を推し進める必要があると思いますが、これまでの取り組み、そして今の現状についてお伺いします。委員長子ども政庁年力相談支援担当課長、本田でございます。本田課長 お答えいたします。本市における里親委託推進の取り組みといたしまして、子ども相談センターに非常勤職員の里親委託推進員を1名配置し、ホームページの整備、ポスターの掲示、広報誌の絵の記事の掲載など、各種広報媒体を活用した制度の周知を図っております。また、多くの方々に制度を知っていただくために、シンポジウムや里親フェスタなど大規模なイベントを実施したり、 里親制度に関心をお持ちの方のさまざまな疑問や心配事にきめ細かく応じる里親相談会を集客施設を利用して開催しております。これらの取り組みを進めるにあたりまして、里親会の協力のもと、里親当事者としての体験を語っていただくなど、関係団体との連携を図りながら取り組みを進めております。また、児童福祉施設に配置されております、里親支援専門相談員によりまして、 施設が所在する地域との連携をした里親開拓も進められております。本市における平成26年度のファミリーホームを含めました里親委託率は11.7%となっており、里親会をはじめとする関係機関の協力もあり、近年徐々にではありますが、向上をしております。当面、目標としております平成31年度までの15.3%を目指して、引き続き取り組みを進めてまいりたいと考えております。以上でございます。 委員長佐々木委員。里親の絶対数を増やす努力も重要である一方、里親認定のための研修を受ける機会を増やす工夫も必要だと思われます。というのも、里親登録の認定を受けるためには、市が実施している養育里親研修を修了する必要があります。これれは年に4回実施される研修日程の志願者の者都合が 志願者の都合が合わなかった結果、研修の終了までに実に1年以上もかかった例もあると聞いています。委員長、資料の配布をお願いします。佐々木委員より、質疑の参考に資するため、資料の配布の申し出がありますので、これを許します。 今、お配りした資料で、基礎研修受講日から申し込みまでの期間を見ていただくと、1年以上、2年未満が9人、2年以上が9人いらっしゃいます。しかし、期間が24年度から27年度1月、約3年で研修を受け、里親の申し込みは60件も満たない件数です。大規模な国家試験であればさておき、 里親となりたい志願者を増やすための認定機会であるのは。認定機会であるに、あるのに、それが年4回だけというのは少ないと思われます。また終了まで長期にわたることで、志願者の負担が高まり。途中で挫折していくことも懸念されます。これでは里親志願者の真摯な意欲を削いでしまうことにもなりかねませんし。そもそも。 里親を増やすための対策として基礎そのものが危ぶまれることになりますそこで希望される方々が受けやすい研修の実施方法が望まれることです。望まれるところですが養育里親研修のあり方についてお伺いします委員長子ども成長連携相,相談支援担当課長 お答えいたします。本市では、里親申し込み資格を得るための養育里親研修を年4回実施しております。研修の内容は厚生労働省の通知を踏まえ企画しており、基礎研修として講義・演習形式によるものを1日と、施設見学を半日、認定前研修として講義・演習形式によるものを2日間と、施設実習を2日間、合わせて5日半のプログラムを受けていただくこととなっております。 お仕事の都合などで、1回の研修で全てのプログラムを終了することが難しい方もおられますかことから、一部終了済みの部分を次回以降繰り越して、合わせて全プログラムを終了することも可能な取り扱いとしております。<laughs> 本市におきまして、研修を終了するまでに要した期間につきまして、過去4年間の傾向を見ますと、4から6か月程度で終了するケースが多くなっております。研修は、 単に知識を得るためだけのものではなく、社会的擁護の担い手として、子どもを養育することの意義や責任といったことを考えていただく重要なプロセスであり、また、あの里親としての適性を、えー、見ていく機会でも、えー、ございます、えー。しかしながら、えー、より受講しやすくするため、平成25年度には、 実施回数を年3回から4回に増やしたとこ,、えー、ところであり、今後も研修の在り方について工夫してまいりたいと思います。以上でございます委員長佐々木委員里親のなり手が微増しかしない現状、1県でも里親のなり手が増えるよう、市と府で協力するなど、引き続き改善をお願いします。 将来的には幼少期から特別養子縁組や里親委託制度により、実の子どもと変わらぬ家庭環境で、そして引き受けた里親家庭の責任において、その里子の教育、進学、就職についても、その家庭内で取り組まれることが最終的な理想形でありましょう。しかしながら、一方で依然、実相や養子双方の 家庭,の事情家庭の事情から従来どおりの施設による養育制度が失われることは将来においてもないでしょう。だとすれば、里親に引き取られることなく、18歳まで養護施設で育った子どもたちのその後は一体どうなるのでしょうか。施設育ちの子どもたちの進学率や就職率の低さの中、帰る家すらない社会に放流出される子どもたちの善とは本当に多難です。 進学支援や職業訓練をはじめ、施設で育った子どもたちの支援について、理解と志のある里親代わりとなる企業の紹介のその他およそ18歳にして自立できるだけの能力育成や自立サポートのための試みなど、恵まれぬ子どもたちへの愛の手の必要性は、枚挙にいとまがありません。そこで18歳ののち支援についての 市のお考えについてお伺いします。佐古の子ど家庭課長お答えをいたします。社会的養護のもとで育った子どもが時代を担う一員として家庭で育った子どもと同じスタートラインに立って自立していけるよう。 支援をしていくこととは重要であると認識をしておりますこのため、本市におきましては、全国に先駆けて施設と企業の連携のもと、施設対象前からの実践的な訓練の実施や、対象後の児童に指導上限を行う事業の実施、また、対象児童の居場所づくり支援事業を創設するなど、対象児童の自立支援に取り組んできたところでございます。児童養護施設等の入所児童は、虐待や障害があるなど、 様々な課題を抱えておりまして、各施設において生活習慣や金銭管理などの個々の状況に応じたきめ細かい支援を行うとともに、施設退所後も生活や就業に関する継続した相談支援を実施しているところでございます。また、義務教育終了後、20歳未満の児童を対象とする自立援助ホームを設置し、施設を退所し、就職する児童等に対して相談援助を行うなど、 社会的自立の支援に努めております。委員ご指摘の進学支援や職業訓練につきましては、国の平成2年27年度補正予算におきまして、都道府県が実施主体となって、施設対象者への家賃相当額および生活費の貸付や、入所児童に対する資格取得経費の貸付などの事業創設が盛り込まれておりまして、対象児童の自立の支障になると考えております。さらに、に国おきましては、 児童養護施設の措置延長可能年齢を22歳到達までとするなど、施設対処児童の確実な自立に向けた方策につきまして、法改正も含めて検討を進めていると聞いておりますして、えー、国の動向を踏まえまして、施設入所児童の自立支援施策の一層の充実に取り組んでまいりたいと考えておりまます。す。以上でごござざいい委委員員。長、佐々木委員ありがとうございます。 特別、養子縁組や、里親制度、施設入所児童の自立支援と質疑を行わさせていただきました。行政もいろいろ取り組んでいるものの、理想的と思える新生児委託の実績数も少なく、里親委託率も徐々に向上し,るしているとはいえ、平成41年度までに 33%, 33まで引き,引き上げるという国の方針からは、 まだまだ程遠い状況と言わざるを得ません。貧困対策の観点からも、抜本的な対策を講じていただきたいですし、吉村市長が言われている大切な幼少期に親の所得に関係なく、格差の壁をものともせずに、平等に教育,が教育を受けることができる、生みの親と暮らせない子施設ではなく、 家庭の愛情を持って、一人でも多くの養子・里親家庭で育て,育てることができるよう、しっかりと取り組んでいただくことをご要望いたしまして、ご要望します委員長。 ICT 化推進についいてて質疑をさせていただきます国において、女性の就業率上昇がさらに進むことを念頭に、待機児童解消を確実なものとするため、平成29年度末までの保育拡大量を 40, 40万人から50万人に拡大し、待機児童解消加速化プランに基づく、 認可保育所等の整備などを前倒しを図ることとしています保育所等を整備し保育の受け皿を拡大する一方で国では保育人材確保のための取り組みを推進するため平成二十七年度補正予算で新規事業を打ち出していますこの新規事業の概要をお伺いします 工藤保育企画課長おえいたします。国におきましては、保育士の業務負担軽減を図るために、ICT 化の推進を図るでありますとか、あと潜在保育士の就職を促進するための貸付金の対応、就職準備金の貸付金のです、ね、対応、それと、 あと、食改善の、向上、そういった経費を予算を計上しているところでございます。以上でございます。委員長。佐々木委員。今、ご答弁にあったように、保育人材を確保するため。国では、一定の予算を確保している状況にあります。保育士不足の現状を、どのようにしたら解消できるか。保育,保育現場からは。 忙しすぎてやめざるを得ない状況があり、その多忙な原因としては、子どもの保育はもとより、指導計画や保育日誌、保護者への連絡帳など、書類の作成が負担となっているとお聞きしています。今回、国の補正予算で計上されている事業のうち、保育所等の ICT 化推進は、まさに多忙な保育現場を救うタイムリーな事業だと思います。 この事業の内容についてご説明をお願いします。長、子ど青少年育児教育課長、工藤でございます。工藤課長、お答えいたします。委員ご質問の本事業につきましては、保育所等の保育士の業務において負担となっている書類作成等の業務について。 ICT 化推進のための保育業務支援システムの導入に必要な費用の一部を補助することにより、保育所等における保育士の業務負担軽減を図ることを目的とした事業であり、施設1カ所当たり100万円を限度に補助率は国が4分の3、市町村が4分の1となっております以上でございます。委員 <coughs> 長、佐々木委員。 今、ご説明していただいた事業について、来年度予算案に計上されていませんが、大阪市はどうされていくつもりなのかお伺いいたします。工藤課長お答えいたします。本事業につきましては、昨年12月22日にその概要が厚生労働省から公表され、 1>, 1月20日に平成27年度補正予算として可決されました。その後、本事業の実施要項の通知が2月3日にありました。このような状況から来年度の当初予算案には計上しておりません。本市としましては、子ども・子育て支援新制度の実施により、施設への給付費にかかる工定価格の加算項目の増加などに伴い、保育所等で作成いただく書類が増え、事務量が増加していることや、延長保育などの補助金を適正に執行するためにも、 保育所等の ICT 化を進めていくことは喫緊の課題と認識しております。そこで平成28年度中の実施に向けまして、民間保育所、認定こども園、地域型保育事業所、市内全箇所の470か所を対象としまして、国への補助金申請の事前協議書をすでに提出しております。ICT 化に係る保育所等の現状やご希望などについて、アンケート調査を行っており、 その結果を踏まえ、今後事業化に向け、え意進めてまいります。以上でございます。委員長、佐々木委員今のご答弁で、平成二十八年度中に、市内全箇所の民間保育所認定子ども園地域型保育事業所について、ICT の整備を進めていくことを確認させていただきました。今回のような保育士の業務負担軽減を図るため、 ICT 整備予算補助のみならず国の施策もしっかり活用していただきできるサポート策は今後も望まれるところでありますこのような現場の意見を吸い上げ引いては勤務環境の改善へとつながるように今後も引き続き取り組んでいただくことを要望させていただきます少し早くなりましたがこれで私の質疑は終わらせていただきますありがとうございました 佐々木委員の質疑は以上で終了いたしました。